シャケオーケストラの鮭の話。ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。シャケオーケストラの鮭の話。はい。司会進行の、はい。越野純子と、アシスタントの、小沢真珠です。なんでだよ。お前さ、お前、ちょっとこれ、うんって思うよな。お前も自分でも思うよな。不甲斐ない自分が。だって、わかるだろ。絶対正解はあるのがわかるじゃん、これ。いやいや、全くわかんないのよ。いや、違う違う、正解があるであろうってことはわかるだろ。あ、そう、それはあるんでしょう。で、なんだかが。もうさ、前みたいにさ、2人、3人が聞いてるラジオじゃないんだから。ってなったら、みんなが言ってる。もう、腰の道子言えや、腰の道子って。知らんな。死のひろ子か、腰の三姉妹のどれかを言えや。腰の三姉妹知らんかったなって、みんなが、みんなが苦虫噛みつぶし。誰なのよじゃないよ。道子は。ちょっと調べときますよ。お前の母ちゃんとか絶対道子ロンドンとか来てたよ。絶対。道子ロンドンわかる？うん。いや、わかるんかよ、ほんで。その人？そうだよ。いや、お前知らんかったな、知らんかったなじゃないんでそうね、こんなもん。だから、じゃあさ、また来週やろうよ。お前からやっていいよ、先行だから。これがみんな、お前なんか、俺がなんか、それは鮭は最初にやるから、そら桃かわいそうだよって思ってるかもしれないからな。あ、じゃあ来週はちょっと私が先に。そうだよ。ただお前なんか、いいよ、別になんかそれ正解があるものじゃなくてもいいからな。あ、ちょうどいいの言うわーって。なるか、はいはいはい。怖え。やってみます。鮭オーケストラです。コシモモです、モミモ。はい。鮭の話。はい。102回目。そうなの？ 103 回目だろ、これ。あ、すいません、103回目ですか。お前って何なの、はいはいはい、お前って何なの役割。ね、アシスタントです。いい加減にしろよ、お前。俺がアシスタントの役割してたら103回でいいからね。訂正してくれて。お前何なんだよ、本当に。マジでいい加減にしろよ、お前。すいませんね。金取るぞ、お前。ちょっとじゃあ、アシスタント業務をします。うん。ラジオ100回を超えまして。うん、ありがとうございます。ですね。で、ツイッターに、放送100回おめでとうございますっていうね、お便りが来てまして。なんかこれ定期的にチラチラ初めて聞く人のもいるから、チラチラ言っとかなきゃいけないけど、僕、はいはい。鮭、オーケストラとアシスタントコシモモは、全く別のところでこれ、はいはい、リモートで喋ってますからね。あ、そうです、うん。顔も見えてないです。これでもさ、そう考えたらさ、100回目の最初の頃なんつうのはさ、ネットをつないで配、ネットをつないで録音してますとか言ってたけど、うん、これ今やもうリモートっていう言葉でさらっとなるもんな。前はちょっと回りくどい言い方してたもんな。ね、別で、ネットをつないで LINE でこれ今と話しててみたいなこと言ってたけど、うんうんうん、これリモートでって。ったもんね、そこに。うん、俺ら早かったな。早かった、もう100回2年ぐらい前からしてるよ。そうよ。うん。それもね。最先端。うん。僕がいろんな街で、今日は東京ですけども、加藤は福岡。そうそう、あ、加藤って言っちゃった。はいって言っちゃった。たまに言ってんだよな。でしょうね。多分ね、二人が気づかない時を言ってるとことか。で、お前ははいって言ってんの。そうそう。桃は福岡で。そうそう。だって仕方ないじゃん。これ繋いでる時に、これあれ、フェイスタイムで繋いでるけど、フェイスタイムの繋がってる先、うん、加藤って書いてたんだ。そうだね。もうじゃない。それ見て喋っちゃったもん、今。もうまたカットって言ってる。ほんでまあいいんでしょう。はい。ではい。じゃあちょっと、せっかくメールが来てるんで。ああ、なんかその、お便りが来たのね。そうそう、多分おめでとうメールなんだけど。おめでたいことなんて何一つねえわ。はい。あら、じゃあ読みます。はい。ラジオに投稿します。放送100回おめでとうございます。いや、じゃあ、100回目の放送を聞いて、名前とかないんだ、うん。あ、これラジオネームは JP さんかな？
いつものあいつじゃねえかよ。はい、いつものあいつじゃねえかということですけども。何それ、アシスタントっぽくしてみたの今。そう。軽くフォロー入れてね。何のフォローでもねえわ。なってない、下手くそかって。ただな。あ、ほんと。いつものあいつです。はい。いつもありがとうございますね。放送100回おめでとうございます。ありがとうございます。はい、100回目の放送を聞いて、もやもやしたイミタミです。桃さんと同年代のうちの息子も、小学生から高校生までクラブチームでサッカーをしていましたが、ポケモンもドクターマリオも大好きでしたよ。ただ、ドラクエやファイナルファンタジーなどに行かずに、その後は大人になった今でもひたすらウィニングイレブンやプライムゴールなどサッカーゲームをしていました。息子だけでなくチームの友達も揃って同じゲームしてたみたいです。おもおさんもそっち側に出たんじゃないですか。それなら他のポンコツぶりもなんともなく納得できますが。あと当然のようにキャプテン翼は彼のバイブルです。100回目は何の話をしてたのかな？いや、まあ、まず、お前、下読みぐらいしとけよ、お前。下手かよ、読むのが。なってます。なんじゃねえんだよ。そもそも多分、その、あれだろ、読みづらい字だな、なのかもしれないけど。いや、読みづらくない。どっちが悪いんだよ。いや、待って。こいつが悪いよ。僕は全くそんなこと思わないですけどね。ずるい。本当に。失礼だなとは思うんだけども。まあちょっと読んでしまいましたけど。いや、だから、その、うん、お前が、うん、なんか、あれじゃねえかな。その時に、うん、なんだろうね。なんか、ドクターマリオが知らないっていう話、ね。そう、それもラジオのお聞きの皆さん、こんにちは。シャッケオケさんの、司会進行のドクターマリオととか言ったんでしょ、どうせ。はい。そしたらお前がなんか、もうこう、もう、キテレツなこと言ったんだろう、その後。でしょうね。別にお前、ヨッシーのクッキーですとか言ったらよかったんだよ、お前はな。ああ、そうか、そうか。そうだよ、ヨッシーの卵ですとか言ってりゃよかったんだよ。ああ、なんか変な。ドクターマリオ知らなかったんだよ。うん。なんか言ってたんだよ、中途半端なこと。うんうんうん、で、ドクターマリオな、お前のいつもの言い方、だと、ドクターマリオなんて知ってるのは、あんたぐらいのサブカルチャーの人間だけですよ、みたいな言い方するんだけど、こんなもんは、本当に、100人中、85人ぐらいは知ってるようなものですよ、のものなのよ。ああ、はいはいはい、そうかそうか。違うのもあるよ。ね。それは違うことを言うときもあるけど、うんうんうん。いや、普通に生きてたら通りますよっていう、ね。そうか。それを、この JP さんも言って、で、お前は、だから、お前はなんか、その世代じゃないから、的なことで言うじゃん。お前、俺、いや、でもさ、俺思ったんだけど、そう言ったらさ、みんな、あ、そうなんだ、桃さん、桃っていくつぐらいなんだろうと思うだろうけど、俺とお前、4歳ぐらいしか変わんないからな。そうなんだ。世代一緒だからな、なんなら。だとしたら。そうだね。小学校も一緒なのやつってのは、痛い、同世代だから。そうだね。そうだよ。何を10年以上違うみたいな言い方してんのか知らんけど。私の方がね、そうだよ、ドクターマリオなんて普通は知ってますよとか、あとなんかそういう、なんか、うん、なんかそのあれだろ、ドラクエがどうとか、うんうんうん、で何、世代が一緒の人がいるってことでしょ、息子が。そう、息子がいて、息子も当然ちょっと待ってよ、ちょっと待って、うん、ねえ、これ先週にさ、先週覚えてる、先週、先週とは先週のラジオ。先週のラジオ何話したのかな。いや、お前さっき話しただろうよ、お前トイレお前バカなのかよ。これさ、もう何重にもお前話が、ま、飛ぶじゃねえかよ。これ皆さんに言っとくと、これトイレの話、いや、かぶせない。これ日本撮りなんで、よ、5分前に喋ってたことを先週って言ってんです、私。したらこのバカが、うん、先週何喋りましたっけじゃねえんだよ、お前。なんだよ、お前。いや、ここはもう謝ります。うん、すみません。ただ、いかにしろよ、お前。うん、そう、何を先週と先週さ、うん、先週さ、なんか、うん、やれ、ウォシュレットの、パワー5に、うん、マックスにして、アナルの中に一回、お水を飲ましますよね、みたいな。飲ますのが、常識であり、トレンドですよね、うん、みたいな話してるのをさ、
はい、俺らほどの子がいる親が聞いてるんそうだね。もうね、嫌だよ、俺。そうだね。で、いや、冷静になったらさ、なんか、さらっと言ってたけどさ、僕もそういうぐらいの子供がいるんですが、じゃねえんだよ。ちょ、嫌だよ。ね、誰が聞いてんだよ。ね、本当だよ。もう何なの。いや、さすがにさ、こんなラジオで、うん、あの、10代の女子高生とかさ、女子大生が聞いてるとは、みじんも思ってないよ。さすがに。とはいえさ、俺らぐらいとかさ、なんかな、うん、40とかぐらいの人かと思ったらさ、具体名出され、具体の的な、あの、人のビジョン出されるとなんか嫌だよな。うん、そうだね。なんか恥ずかしいよな、本当に。そうだね。うん。うん、何がケルヒャーでお前壁についたうんこ、こびで落としますでね。なんかクレ、スクレーバーなんかあの、コリコリ。やめようよ、もう。やめる？ダメだよ。このせいでもうやめる、今日で。ラジオ。急に。本当だよ。もう。急だな。暗なるわ、ほんまに。ぶち終わるやつ。そうよ。だまあでもそうよ。お前はだから本当に勉強した方がいいと思う。それは、そうね、ラジオがどうとかじゃなくて、うん。した方がいいよ、本当に。ああ、みんな知ってるんだね。みんな知ってるっていうかな。どうなんだろうな。じゃあいいよ、じゃあ、じゃあ、うん、あの、役に立たないとかどうでもいいとか嬉しくない知識でもいいんだけど、うん。うんうん、俺が、うん。へえとか、あ、知らないとかいうような、うんなんかジャンルでなんかちょっと喋って、なんかねえか別に何でもいいよ。だからお前はいろいろ通ってきたわけだろこの、生きてきて。サッカーもやったし。そうだね。理学療法士ってのもやっただろうし。もっと言うとなんか、お前はだから、漁師のじいちゃんがいるわけだろじいちゃんとか、で、海のこととか、いろいろ。そうそうそう。で、なんか外国も行ったり。ね。なんかいろいろあるわけじゃん。家も建てたり。いっぱいあるよ。うん、その中で、経験してきた、ね、鮭、物知らないんすね。鮭さん、物知らないっすね。って言わせてみろよ、お前、俺を。なんかないかな。そうだよ、お前。なんかないのかな。いや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 。なんもないよ、ね。あるだろう、別に。この漫画。この漫画。あ、うん、でもあれの方がいいけどな。一番いいのは、俺だけ知らないようなな。他の人はみんな常識ですが、本当はいいけど。まあ、じゃなくてもいいよ。じゃなくてもいいんだよ。うん、うん、マジでデクだよ。おい。アンドレザジャイアンとかよ。やめろ、お前。なんか、って言ってもね、特にないかな。なんだろうね。いや、そんなことない。絶対ある。絶対あるから。ジムもだって行ってるでしょ？うん。いや、でもそのジムの内容によるじゃん、それ。うん。いや、だからなんかジムあるあるとかももう通じないわけじゃん。いやいや、いいよ。それでもいいと思うよ。それで。うん。あ、で、じゃあいいよ。それも、あ、いいのつくねならまだいいわ。うん、じゃあ、俺が知ってても。あ、うん、いいじゃん、いいじゃんとか言うね。あ、いや、わかった。じゃあ、女の子系だ。お前舐めてんのかよ、俺のこと。殺すぞ。いや、そこに関しては疎いと思ってるからね。いや、お前、バカ野郎、お前。お前、お前、俺の下半身、お前、俺の下半身乾く暇ねえんだぞ、お前。なぜなら、ウォシュレットの5だから、いや、関係ねえじゃん。やめてよ。後ろの方じゃん。ね、親の年齢が効いてんだよ。後ろ、そうだよ。ほんで、ほんで。なんかないかな。あれとか行ったことないでしょ？あの、相席屋とか。あ、いいよ。いいよ。相席屋、まあ、あるあるとかない、特にないんだけど、相席屋行ったことあります？俺一回あるよ、うん、でも。あ、あるの？あの、ついてきてって言われて行った。ああ、はははは。そう。だけどね、うん。そいつがすげえバカなやつでね。え、その、ついてきてって言った人？そう。うん。ほうほうほう。なんで？ちょっと待って、社協オーケストラが相席屋。いや、だから別に俺は、あ、全然いいよって、なんか、本当は俺二人で飲もうっていう話だったのに、ちょっと相席屋行きませんって、はいはいはい、なんかそいつちょっと下のやつだったね。はいはいはい。うん、まあ、だお前ぐらいじゃないかな。はいはい、年齢的にはね。うん、でもね、うん、でも10年前とかよ。
はいはい、だからもしかしたら今の部、あの、システムと違うのかもしれないけど、うんうん、いや、いいよって。なんか、まあ、要は男の人3000円で、うん、女の人は無理、0円、うん、0円とかなんでしょ多分。うん、うん、そうそうそう。で、なんか、ドリンクが飲み放題なの？そうそう。俺覚えてないんだけど、飲み放題で、ね、なんか、あと、なんか、うまい棒とか置いてたりしない？なんかお菓子。ああ、そうそう。あるでしょ？あのね、うん、あるある。で、あれって何？何分ぐらい？ 15 分ぐらい？ 30 分単位。何時間？うん。30分単位じゃない？ 30 分単位でしょ？うん。で、なんか、あのさ、30分単位でさ、喋って、喋ってて、二、うん、人来て、あ、どうもこんにちはってさ、はい、なんか、あの、うんまあ、そいつはほら、なんか、なんとかしたい人なのよ。その。はいはい。そう、なんか、あわくばね。まあ、目的が、ね、連絡先をゲットしてとか。ね、俺別になんか別に、暇つぶしじゃん、こんなもん。うん、そうだね。うん、30分1500円ぐらいか。どうなの？3000円ってことはないよな、30分でな。3000円はないでしょうね。まあ、じゃあ1500円だとして。うんうん。でも、1時間で3000円なら、まあまあ、いっか、ってね。まあまあ、うんうん。ね、別に、そんな女の方、女性の方がいるんならつってさ、だし別に、はいはい、もうお前が来たんなら別に楽しむいいじゃんつってさ、じゃあまあ来ましたで、別にその女の人も別になんかす、はいはい、当たり前だから、こんなことであれだけど、絶世の美人とかがすげえ毎回来るわけではないじゃん。まあ、はいはい、まあ普通のね。普通の一般的な、でその人はもう暇つぶしなのし、うん。で、まあどうもこんにちはつって、で、なんかそいつもなんかちょっとカッコつけながら喋ってて、それいいんだけど。はいはいはい、で、へえ、なんだ、ああだこうだつって、で、なんか、でもまあ別に俺もこの感じだから、もうなんか、そうなったからには、笑い取っていこうっつってね。まあそうだね。うん、提供しますけどね。そう、ボケてっつって。で、へえ、あ、そうなんですね。つって、なんか、で、じゃあ、あれですか、連絡先とか、みたいな話になって。うん、はいはい、で、交換したのかな、多分。うんうん。うん、はいはいはい。して、なんかあの、うん、でも結構話盛り合わせたから、15分の間でもね。うん、で、喋っててあれしたら、なんか、下で、あの、女の子で見えないところで、俺の足をね、その隣のやつが、手で、トン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 って言って。お、ほうほう、お、なんだろう、うん。あ、だって、でもまあ、ちょっと無視、あ、したら、なんか、こ、チラッと見たら、へぇ、そっち、もう行きましょう、もう行きましょう、つって。なんか、14分30秒だったね、その時。いや、もうよくない？いや、もう行きましょう。行きましょう。俺が焦がしたんで、行きましょう。なんだあの延長みたいになるのがいいじゃん。いやそれはダメだろお前は。行きましょう。いや行きましょうが見えてるし。いや顔が。そりゃモテねえぞ。そうモテない。次失礼じゃん。いや別に。お尻があるから急に話切るパターンだよね。そう。良くないっていう記憶はあったわ。ほら、超えてっちゃったよ、お前を。あるね。持ってますね。ちょっと。いや、ちょっと、その人が気になるな。そう、そいつ面白かったね。バカな、そいつバカ。面白い子だ。で、なんか、こんなもんなんすねって言ってたよ。うるせえよ、バカと思って。うるせえよ、バカと思って。お前、何もしてねえじゃねえか。本当だね。そうだよ。多分、いなかったら話もうまく回ってないんでしょうからね。本当だよ。大体だって15分以内に連絡先なんていうのは、まあ、ね、なかなか大変なもんだよな。まあ、そうでしょうね。そうでしょうね。うん、ほんで？他は？他、なんかないかな。お前ほら、焼酎があるとか、なんかないの？そういう。美食かなんとかじゃない？なんかないの？ほんと。焼酎は。好きなアニメとかでもいいし。好きなアニメ、キングダム。あ、いいじゃん。俺そんな知らない。キングダム。俺途中まで見たんだけど、はい。あの、すげえ、あの、バケモンいっぱい、山賊の辺でやめたわ。あー、ヨータンはね。うん。あ、出た！あ、ちょっと！いいですね。来た、山の民ヨータンは。あ、そう。あ、って言いながら今ちょっとやめと思ったんですけど、うん、シャリさん途中で読むのやめたって言ってたじゃない。あ、よく考えたら私もここ半年ぐらい読んでないなと。いや、だから、あの、俺ら以上に苛立つ人が出てくるだろ、そしたら。知らねえ者同士が知らねえ話してんじゃねえよって、ちっちゃいところでマウント取り合してんじゃねえよってなるだろ、お前。なるね。ほんとだよ、お前。そう、だからほら、どうなん、漫画一番好きなのキングダムなんですよ。いや、読んでねえんだろ、ほんで。そう。
キングダムは映画は見たの？映画、あの実写版のやつ？そう。は見てない。なんで原作のイメージ、俺のイメージを壊れると思ったの？いや、あのそこまでも思ってない。お前本当に爬虫類だよな。ってね、顔も爬虫類に似てるもんな、お前は。マジで。まあちょっとね、あのなんだ、あのカッパ系のね。そう。だってお前なんか鱗みたいなのあるもんな、顔に。顔に鱗と部屋から顔に。そう。お前、ま、確かお前まぶた下から上に閉じてるだけ。水がね。下から上に閉じてるタイプのまぶただったもんな、お前。特殊な人間。もうそれはそいつ、それはそうなのよ、もう。あ、そう。爬虫類だね。そう。あ、そうなのね。そう、まあ。いや、なんかお前から俺は血を得たいよ。へえと。いや、ないね。別になんか、俺がすげえ知ってますよとか言うつもりではないんだよ。だって、何回も言うけど、あ、普通のことばっか言ってんの、基本俺。だから恥ずかしいのよ。聞いてる人からすれば、何これで、鮭、もしかしたら鮭これでなんか知識人ぶって、賢者ぶってるのって思われても嫌だもんよ。いや、普通なのよ。普通なのね。普通より俺物知らないかもしれない、下手したら。ああ。そんなことねえか。そんなことない。なのに、そうよ。そうだね。あの、全然知らない奴が隣にいるから。そうだよ。だから、なんか、俺が嫌なのは、うん。なんか、その、幼稚園児相手に、幼稚園児相手に、あの、はい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 、友達がいないから、いつも、あの、はいはいはい、幼稚園児4、5人と遊ぶ小人みたいな感じの、はいはいはい、小3みたいなの嫌なのよ。そんなつもりじゃないのにね。うん。ほんと嫌なのよ。仕方ない、うん。トカゲに紐つけて散歩させてるやつみたいになってんだよ。たまにいただろ、そういう変わったやつ。いたね、うん。いる。たまに変わってるね。うん。冒険行くぞ、つって。冒険って、公園行くだけじゃん。いたよ。それどう思うよ、大人が見てたら。そうだね。うん。大人が見てんだから、本当に。自分たちのね、親世代も聞いてるからね。そうだよ。恥ずかしいよ、俺は。トカゲにさ、トカゲに右じゃねえだろって俺言ってんだろ。もう恥ずかしいよ。ちょっとせめて、もむごにしてくれないかな、いや、もう、本当に。で、トカゲにさ、紐つけてんだけど、つけるところ間違えてさ、ケツにつけてるから尻尾切って逃げられてんだ。で、大泣きよ。全然、忠誠心なかったんだよ。男性やつだな。シャシャって逃げて。悲しいよ、私は。本当です。もうちょっと物をね、知っていこうとは思うよ。そう。あ、だから、前みたいにおすすめのやつとか言うといいだろ、お前、映画とか。あ、それは本当ありがたいよ。うん。見てんの？最近。見てないね。なんだろうね。何の知識知りたい？例えば、プロレスに詳しくなりたいとかさ、ゲームに詳しくなりたいとかさ、あとは。そうだね、例えば。うん。あ、映画。スポーツ。あ、映画。映画も広いじゃん。じゃあ、洋画、邦画、もっと言うと、香港だの、うん、あとは、アクションだの、ね、いろいろあるじゃん。あ、ね、そうだね。あとね、サスペンス。サスペンス。サスペンス好きなんですよ。サスペンス。そうだ、サスペンス好きだ。そうだ。あ、じゃあなんかある？お前の、じゃあ、おすすめ、逆に、お前のおすすめをみんなに教えてあげてよ。ね、もう、ベタだろうけど、やっぱりあの、ソーの一番最初のやつ面白かった。あれだろ？最終的に犯人が死体で寝てたってやつだろ？絶対言っちゃダメじゃん。ね、もう見れないじゃん、みんな。みんな見れる。開始5分で終わりよ。こいつだってなっちゃうから。最低。ジムとこいつだってなって最低じゃん。お前が一番好きだったサスペンスを進めようとしてんのに。そうそう一番あれだろで言っちゃダメなやつじゃん。それ踏まえた上で見ても全く面白くないからね。いや、でもね、俺思うんだけど、うんうん、別に、それで見たらよくない？でも、あれが面白いんじゃない？最後の最後に入る。いや、そうかもしんないけど、だからって、うん、だからってそれが面白くなくなるような映画だったら多分面白くないよ、それ。ああ。そうだよ、そんなもん別に。面白いってこと？あの、うん、いや、俺ができるかできないか、あれだけど、
最後の一個のワンギミックだけの思いつきなんて、めちゃめちゃ頑張れば思いつくよ、それは。ああ、はいはいはい。だけど、うん、それの上で、全部が面白ければいい映画なわけじゃん。うん、まあ、猿の惑星もそうじゃん。ここは地球だ。これもネタバレの。あ、ここは地球だったのかじゃん。猿の惑星。ちょっと待って、言わないでもらっていい？もう言っちゃったね。とかね。ユージュアルサスペクスで言うと、このカイザーソゼは最初に容疑者だったあいつだったのか。足不自由な格好してて、足引きずってたのに、最後のカットで足を引きずるところから普通に歩くように変わっていくみたいな。あれ。もっと細かい描写も言い出してるじゃん。もう三大ネタバレしたら腹立つやつ言ってみましたけど。細かい描写までいらないのよ。でも違うね。だけど、うん、その猿の惑星もそうだし、ユージュアルサスペクトも、うんうん、全部おもろいから、内容が、中がね。はいはい、はい。その最後が、いやわかるよ、うん。なんかそれを知らない方がもっと倍とか言うのも意味はわかるけど、うん、はいはいはい。かといってそれを言ったところで面白い方がいいべきだし。はいはいはい。うん。そのも最後にわーって言って驚かすようなもんじゃん、それって。いや、それ大声だけじゃん、とか。はいはいはい。お前だーじゃん、それ、最後に言う。お前だね。うん、そうだね。そんなんじゃないじゃん。うん、じゃない、ね。だから、確かに。そうも、それはさ、ほら、うん、最初に寝転がってた死体が実は犯人だったっていうのも、なんか何回言う。まだ言うね。まだ言うね。聞き流してた人にも、さらに。そう、耳閉じてた人にね。そう。だけどわかるじゃん。それを、でも、お前はそれがって言っただろうけど、うんうん、その前の描写がすごいとこがあるじゃん。うん、そうだね。うん、あと、あれを見た後もう一回見返すしね。いや、だからそうでしょ、うん、うん。だから別に俺は分かっててもいいと思うよ。うんうん、うん。まあ、だとしても分からない方が面白いけど。そんなことないよ。だとしたら言うわ。早く見ろよ、お前ら。何年前の話してんだよ。これが、公開したばっかのだったら、正直、もうすいませんとは言うよ。前言ったエヴァンゲリオンとかの話でしょ？うん、今で言うね。そう。だー、どうしよう。エヴァンゲリオンは出ます。これ大丈夫？ネタバレ。エヴァンゲリオンはダメ、まだ見てない。で、だから、エヴァンゲリオンは出ます。出ます。本編に。これ大丈夫大丈夫大丈夫出るでしょう大丈夫かな何もバレてない大丈夫怖いから警察がエヴァンゲリオン警察が怖いからエヴァンゲリオン警察が怖いからあ怖いからねう、うん、なんで言うのよエヴァンゲリオン出ることってそれ大丈夫よ出るよ、うん、出ますね出なかったらエヴァンゲリオンじゃないよそうだからまあおすすめの映画はまあ言だからそれも見てもらえばいいんじゃないそのあれを見たい何最後言ったいなんちゃらサスペクト。ユージュアルサスペクト。サスペクト。あ、面白いと思うよ、本当に。まあ、わかりますか、なんか、俺もちょっとごめん、うろ覚えなんだけど、まあ、凶悪犯罪組織があって、はいはいはい。それの、親玉は誰だっていう、それがカイザーソゼって呼ばれてるやつだっていうね。はいはい、はい。名前かっこいいでしょ、カイザーソゼ。カイザーソゼ。うん。それを、が誰だっていうのを、うん、ユージュアルサスペクトが、容疑者が、まあ、その一味がいて、うん。ほうほうほうそれが誰かっていうのを話していく話で、それで逮捕されたやつに聞いたりとかね、うんうんうん、下っ端の子分がいたりとかそういうやつがいろんな聞いて、いろんな発言をもとに、うん、最終的に誰が犯人かっていうのが分かっていくんだけども、はいはいはい。だそれはまあ見たらいいんじゃない？それちょっと見てみます。うん、ユージュアルサスペクト。ユージュアルサスペクト。ケビン・スペイシー。ちょっと早速探して見てみますじゃあいいよもう本当に今日ね見てみようかな、うんうん、俺らのアカデミックなところが出ちゃったけどな出すねいやいや相席居酒屋の話してんねんこっちじゃあ今日の何それ今日のいい曲をバンパーキャッチバンケットはいじゃあ鮭の話また聞いてください、はいはい、鮭オーケストラと私の乗ってる泥船はからっきりさっぱり点で価値が効きません寝ても覚めても霧の中ふらふらゆらゆら夢の中